ゃいませ。ビーンズバーへようこそ。ママのキャサリンです。チーママのメシベです。バーテンダーのキムチです。金曜夕方6時オープンいたしましたビーンズバー。お楽しみください。メシベの闘病日記。本当にお久しぶりでございました。お久しぶりでございます。本当にですね、まあ、手術したのがかれこれ11月の17日。17日。今日はだいたいいつなの？今日いつなの？もう1ヶ月以上経ってますね。22日。ああ、1ヶ月経ってますね。でも1ヶ月経ってますね。そうですね、まあ、収録はね、はい、ちょっと早めで11ぐらい今日、うんぐらいでね、ちょうど、ちょっと1ヶ月ぐらいです。そう、まあ、口は元気ですよ。口はあの手術した日も元気。全身麻酔だったんです。全身麻酔ですよ。そりゃそうですよね。そうで、やっぱりその手術した後はね、うん、いっぱい管が出てるわけですよ。うわ、ね、やっぱりなんか至る所から管が出てるんですけど、口は元気なんですよね。口には管入ってない。鼻に酸素が入ってる。あ、ね、あ、はいはい、で、あのなんかね、催眠術を解くみたいな感じで先生が左肩をトントンって叩いたわけ。あのね、手術終わったよって、うん、リンパに転移してなかったよっていうトントンでね、うん、パッて、へー、なんかびっくりした自分でも。パッて意識が戻って、うん、それから普通にクリアなわけ、頭の中は。あんまぼーっとしてないと。で、目はぼーっとしてるよ。目はちょっとまだ開けられませんみたいな感じやけど、あの頭はもうしっかりしてて、でわあ、もうこれで普通に戻ったとか思いながら、うん、でもあのいろんな管がねやっぱ出てるでしょ、うんうんうん、ただお医者様が、うん、あのあと2時間 2,3 時間したら夕食の時間になるからねって、うん、その時に半分食べれたらもう点滴も外せるよって言われたんですよ。でも 100% 完食したの私。もうね、あの喋るのも食欲も、うん、もう全然普通、うん、でだから食べれたから、うん、もう全部もう管は全外し、はー、もう全外した、ね、あ、全外しっていうか、あの体液が出てるドレーンだけはまだ外せないけど、あとの お花のこれも外れたね。そうそう、もう酸素あれね、嫌やもんね、なんか、ね、それはもう結構1時間ぐらいで外れて、あのあとなんかほら、こう測るやつとか、うんうんうん、足にもなんかついてたりとかいろいろしたの、うん、酸素測るやつね。そう、いろいろ測るやつも外して、あ、なんか胃腸は全然普通だなと思ったわけ。うん、でもそのお医者様が言うには、うん、結局そのあの上皮の部分っていうか内臓を手術したわけじゃないや、うん、あ、なるほどね。だから、いや全然大丈夫なんだよって言うわけ。うん、そうやね、そうじゃないよね。考えたら、ね、私も大手術とか思いよったけど、うん、考えたら美容整形みたいなもんかなと思い出したわけ。うん、そうね、なんか脂肪をほら取るみたいなね。そうか、だから普通にご飯も食べられるし、うんうんうん、管も全部その尿に見つけてたけど、ね、全部パッて外していいって言われたんだと思って、うんうん、はあ、なんかあのわすぐ回復するんだと思ったわけ、うんうん、自分でちょっとそこ勘違いしたわけよ。うん、で、あのもうすごい次の日も、うん、まあ、そのドレーンとかついていろいろ出てるけど、うん、あのなんか元気なわけ。元気なんだ。元気なわけよ。で、精神的にももう、あ、がん取れたと思うやん、うん、取れた、もうさよならできたと思うから、なんかさ精神的にこうハイになって、もう元気やったわけ、うん、そしても調子に乗ってなんかね、もうあの看護婦さんも、うん、もうシャワー浴びていいですよとか、そう濡らさなければね、この傷口を浴びていいですよとか、髪も洗っていいですよとか、いろいろ言われるわけ、うん、どうぞどうぞみたいな感じやったっけ、うん、はあ、そうなんだと思ってシャワー浴びて、髪も洗って、で自分でバーってドライヤーとかピシャーってかけてで、あ、洗濯に行こうとか思って洗濯したり、うん、あのちょっとミニ図書館じゃないけど、うん、あるんですよ、たくさんね、うん、コーナーが、うん、でそこにいたら本がいっぱい並んでて、うん、5冊まではお部屋に持って行っていいですよってなんですね。すごいね。わ、これなんか退屈しのぎもあると思って、うん、あの読みたい本もいっぱいあったから いっぱい持って行ったわけ、うん、
そしたら夕方ガーってめまいがしてきて、その時に初めて私、あ、なんかやっぱ負担になってるっていうか、からダメージはあるんだと思ってさ、うんうん、そうよね、こりゃいかんと思って、調子に乗ってるかんと思って、でもうあの寝たきりみたいになったわけ極端急に極端で、あのそれこそ手術した後にね、1時間ぐらい経って、うん、もう看護婦さんがね、枕元に携帯を置いてくれたわけ、へ、あのテレビの横とかに置いてあ、うんうん、あったのが、うん、はいな名前言って、うん、こう置いてくれたから、 あもう携帯もしていいんだと思って、うん、携帯ももうすぐほらね、うん、夕方みんなに無事終わりました、うん、みたいな感じで全部自分で売ってたわけ、うん、でへえ、なんかあの普通にいろんなことしていいんだと思ったわけでもその具合が悪くなった時はね、うん、携帯をしてたわけ。そしたらそのなんか、あ、ぐるぐるって、わかるわかる、そう、あのね、来たのを読む、そう、来たのを読むのは良かったんだけど、うんうん、自分が、はいはい、あの打つやん、ほう、そしてなんかこうほら変えるやろ、いろいろ文字を変えたりとかさ、うん、絵文字入れたりとか、うん、いろいろこうやりだしたらぐわーって、うん、あのなんていうの、意識が遠のくみたいな、へー、やけ本当はさ、みんな心配して、うん、術後そんな文字見ない方がいいんじゃないとか、うんうん、みんなの方が、うん、え、携帯も打てるのとか来たんだけど、うん、だって看護婦さんがここに置いてくれたじゃもんと思ってしてたら、やっぱりそのなんていうかな、あの限度があるわけよね、うん、調子を超えたらいけませんっていうさ、動くのもやっぱ自分で気をつけながら ね、ゆっくり動きましょうとか、あのそのガーってさ、もうほら普通と同じように髪乾かしたりとか私はしたもんだから血流が、それこそさっき言ったけど、はいはい、血流が良すぎたらダメなんだ、そう、なんかね、ホテル、あのそ、温泉に入って、あの入りすぎて、あ、ホテルって具合が、ね、そう、ああいう状態がね、もう半日ぐらい続くないよね、お湯にのぼせるっていう感じのね、そう、なんかいろんなことにのぼせてしまって元に戻らなくて、これだって一体どうしたら元に戻るっちゃろうと思いながら、でもう一生懸命うちわでこう仰いだりとかしたけど全然戻らなくて、あ、なんかのぼせることをしたらダメなんだとその時に思ったって、で看護師さんに聞いたら、あ、血流が良くなりすぎたらね、傷が腫れますよって言われて、なんか運動とかそういうのしないでくださいねって言われたよね。早く言ってよ。そう、早く何でも早く言ってよみたいなさ。あのね、細かいことは何も言わないの。こうしなさい、何も言わない。そう、こうした方がいいですよってあんまり言わない。言わないので、私勝手にネットで調べてたわけ。その乳がんのリハビリ体操の仕方とか、ね、下着とか、うんうん、いろいろこうして、あ、こういう体操すればいいんだと思って。それもね、今日リハビリしましょうとかも何もないわけ、うん、だから勝手にしてたわけ、張り切ってそしたらものすごく突っ張ってきて、うん、パーンって息苦しいぐらい突っ張ってきて、そうやりすぎたんだね、ちょっと息苦しいんですよ、突っ張りすぎて、したら、うん、何しましたとか、ちょっとネットで調べてリハビリ対処した、うわー、もうそのね、あの、あんまり張り切りすぎてね、あの、やらない方がいいですよ、ネットはね、いろんなこと書いてますけどって言われたって。でも自分で調べないとあんまり言ってくれないわけ、何にも。なんか大丈夫ですか、ちょっと見せてくださいね、傷口って言って、うん、あ、はいはい、大丈夫、腫れてないですね、うん、みたいな感じでも去っていくので、去っていく、なんかアドバイスもっとしてって思って自分で検索をね、して自分で勝手に体操とかしてたら、うん、ちょっとダメになるみたいな。で、その繰り返しがしばらく続いたわけですね。そしてね、術後3日間は安静にしてないといけない。そう、安静っていうのがまた安静にしててくださいねって言うわけじゃないな。ないな。そうなんだ。だってシャワー浴びませんか、だのさ、あ、もう歩けるから大丈夫ですよ、洗濯もできますよとかさ、なんかね、そのあの動かそうとしてるのかなと思ったわけ、私は。そうね、うん、大丈夫、動いてねってね、そんな寝たきりじゃなくていいですよって言われてると思って、シャ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 って動きよったら、シャ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 シ
そしてだんだんね元気がなくなってくるの、うん、あらあら逆にね逆に、うん、あの術後次の日ぐらいまでは、うん、まだ元気な私の成分が残ってるわけ、うん、成分が残ってるから、うん、まだ元気なわけよね。でもあのずっとほら出てるでしょ、うん、体液血液がやっぱ出るんだ。出るよ。手術した人は大体あれつけてるよね、うん、どれ、うん、しばらく出るんじゃない。出るの1週間ぐらいは出るの、うん、あそうなあので、量は少なくなるけどぶら下げてるでしょ、このなんていうの縫った間からでしょ。そう、うん、だからこの辺になんか2箇所管を入れてそこからこう流れ出るみたいにしてて、あのそれはまあ1週間ぐらい、うん、あの徐々に少なくなるんだけど、でそれが外れたらすごくまあ楽に、ね、うん、もう常にぶら下げてないわけだから楽になりますよみたいな感じだったけど、それを外す時がなんかねジュル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 みたいなさもうなんかね液が押したら出ましたみたいな、ジュル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 みたいな、でそれもなんかあのもうなった後に、あ、ちょっとごめんねジュルジュルしたろうぐって なんかね前々にいろいろ教えてくれない、前々に、ただ前々に言うと患者って不安になるからなのかなと思って。なるほど、ね、で検査もすっごいきついわけよね、 MRI とかもきついわけ、でも前もって何にもその情報をさ、まあきついですよとか言ったらそれこそ不安になるからなのかもしれんけど、あの MRI やったことあります、はい、全身のやりました、うん、全身、まあでも大体いつも全身でこう通るときはみんな最初から最後まで通らない。何通るときって、あのこのトンネルのような、あそこもう私ね怖くて目つぶっとずっと、うん、もう開けちゃならんと思って、そしてその工事現場みたいな音がするやん。そうそう、カン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 ってね、それがさもうすごい激しいやろ。そう、すぐ耳元でしまうよね。そう、すごい激しくて、でもなんかヘッドホンかなんかする。そう、なんかヘッドホンがさずれてたのかなんかこれ何のためのヘッドホンって、聞かせ、ハンターに聞かせてるのっていうぐらいに音を大きくて、まあでもヘッドホンからはさ結構なんかちょっと緩めの音楽が流れたりはしてるんだよね。音楽とか流れてなかった。そうだけど、そんなのがわからないほどガン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 もうすぐ脇でね、そう音がするんですよね。だからさすごい工事現場の中に一人もうそのなんていうの、工事現場の中にそういなさい、じっとしなさいっていう感じなわけで、20分ぐらいで終わりますからって言われたけど、ものすごく長くあのそう感じると、長いんですよ、私これ40分ぐらいじゃないかなと思ったぐらいに、まだですかぐらいの感じで、そのどんどんどんがあのリズムがね、うん、あのなんていうの、不規則なリズムじゃなくて割と規則正しいリズムなわけ、うんうん、どん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 、それで私ね思わず南無妙法蓮華経を私仏教じゃないのにさ無宗教なのになんか自分でそのどん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 とか南無妙法蓮華ずっとそれを自分が唱え出してでも何かほら気を紛らわさないと、う、ね、まあ、たたもうこれ気が狂う場合みたいな音びっくりして、そうな、ちょっとなんか言っ前もってなんか言ってよとかさすごい音しますけどぐらい言ってよと思ってさ、何にも検査の前言わないやん、でそれも私ネットで、うん、MRI はこんな感じっていうのを調べてたから、うん、音がするっていうんだね、音がすごいとか、もうあれあの検査嫌だとかを見てたわけ、だから少し音がするっていうのは分かってたけど、うん、ちょっとなんで何にも言わないのみたいな感じで、であの具合悪くなったらこのボタンを押してくださいねって思ってるけど、でもやっぱりね、それ途中で終わって、うん、どうせまたじゃあ次の日にしましょうとかになったら嫌と思うやん、だからもうすっごい頑張ってさ、もう手術よりも MRI のあの南無妙法蓮華経を私も記憶に刻まれた、はあ、そんなんな、私なんか静かにブーンって行くのかなと思ってた、ね、うん、ガン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 なんですよ、すごい音大きい、なんでそんな音がするんでしょうか、撮ってるんでしょう、ね、でもその撮ってるけど、すごいすごいこう
断面をずっと撮ってるからって、その音がしてるってこと、多分そうじゃない、衝撃波なんじゃない、そうそうそう、なんかね、なんか知らんけど、そうなんよ、ガン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 ってこうね、そうだね、そりゃもう本当にね、なんかみんなよく我慢して、まあ我慢してるっていうか、そこ通らないとね、寝るかなと思ったら20分とか言われたら寝るしかないなとか思って、いやなんか長かった、うん、あれ絶対に、いやあれ20分じゃ絶対ないと思った でもそのガン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 のかすか向こうから聞こえるそのヘッドホンの音楽に集中してさ私でも音楽の意識全然なかったよ、そうなんか多分ねピアノ音楽かなんかオルゴールのようなのが流れてると思う、本当なんかね、その MRI だけじゃなくて、うん、RI っていうのもしたし、うん、あの CT とかも、うん、まあ、したんだけど、うん、RI の時がすごいジャズかなんか流れてて、うん、あ、その、うん、技師の人の好みで流すのか、あ、なんかもうお部屋中に、あ、はいはいはい、あの RI とかは、うん、あのこれ専門ね、 CT もヘッドホンとかはしない、だから部屋にそういうなんかおしゃれな音楽流したりとかはねしてた、うーん、もうなんかさ、手術もさることになるから、その前の検査がやっぱり、いや、そうそう、いろんなことしないといけない、うん、ね、そうですね、オクラちゃんも今ね、オクラちゃんも今検査でいろいろね忙しそうですけど、ね、そう、ちょうど私とすれ違いでね、うん、病院入っちゃったけど大変と思う、もうそのやっぱりその検査をしてその結果を見ないと何の治療をしていいかとか、うん、そうね、どういう薬を出していいかとかがお医者様は判断できないから、うん、そのやっぱ検査は大事っていうのはね、うん、そうですよね、治療よりも検査の方が大事なのかもしれないから ね、あ、そうね、ね、うん、そこはちょっと我慢のしどころ、ね、はっきりした病名が分かってそれに見合った治療をしないとね、うん、意味ないもんね、うん、そうそうそうですね、あとはなんかダイエット入院みたいとか言ってましたけど、なんかすごいご飯が少なかったね、グラム数が少ないの、私100グラムでどれぐらい、もうね、こんな感じこんな感じ、ま、毎食100グラム、そう100グラムって書いてあって、私、うん、どうして、私そんななんか肥満体とか思いながらなんでやろうと思って、うん、やっぱりね、太っちゃいけないんだろうなと思って、まあ、術前も術後も、ね、そうね、ね、肉とか脂肪をつけちゃいけない、普通のお茶碗に3分の1ぐらい、3分の1ぐらい、3分の1だってオクラが125って言ってそれでも少ないってほら、うん、言ったよお腹がグーグー言ってる、そうで今はほら退院したらさ白飯食べ放題もう戻った、ね、戻ったぐらいの話じゃないよ、あら、途中で逆に食欲が増した感じ、そりゃ 100g とか決められてない、うんうん、このもうなんか幸せでその入院して1週間後ぐらいに、うん、あの今日は体重測定の日ですって看護さんが体重計持ってきたんですよ、うん、で入院する朝も測るね、うん、身長と体重を、うんうんうん、そしたらね、もうおっぱい取った分ぐらいしか、うん、減ってなかったわけ、うん、ね、うん、まあ、何百グラム、うんうん、で、わあ、もうちょっと痩せてると思った、100グラムしか食べてないのにと思って看護婦さんも、あ、変わってないですねって言われて私もなん変わってないやんと思いながら、うん、だそしたらその後で、うん、だんだんちょっと、うん、少し落ちてはきたんでね、うんうんうん、ちょっとほらめまいがしたりして、で帰ってあの退院した日にちょっと測ったら、うん、まあちょっとおっぱい2つ分ぐらいは減ってたわけ、うんうん、でも2つ分ぐらいよ、うん、そりゃすぐ戻るよ本当にこれね、あの戻ります、戻ります、いやでもほら内臓じゃないから、それこそそうね、そうなんよ、それとその術後抗がん剤とか、なんか胃とか ね食道とか手術した人はやっぱすごい痩せていく、そう、ね、そう、もう入らないしね、入るもん私どんどん、そうよね、外側の肉だからねそう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 、だからオクラも多分ね、入院中はそれは管理されてるから ね絶対痩せると思う、だってオクラビールも飲めないわけでしょ、そうそう隠れて缶ビール飲みよったりとかしたらね
怒られるから、ね、お酒も飲めんし飲めないよ。ご飯もあれだ。1ヶ月ぐらい。やっぱちょっと期待できるかもしれない。でもなんか、ほらお見舞いに来た人がおやつとかケーキとかもできたりするじゃない。そうでもない。なんかさ、お見舞いに来る人もさ、うん、あの私もそうだけど、うんうん、やっぱ気を使って、うんまあね、あのそういうほら今食べ物とか持っていかないんだよ ね、うん、ねあんまり持ってきちゃダメですとかも言われるし ね、うんねうん、それもあるし、ね、そうそうそう今下にね買いに行けばほらコンビニとかあるから何でもあるし。病院に入るお見舞いはもうフリーだったんですか。うん、ね、1人30分で1日2人まで。あ、そうやっぱりね。それはね。そうで時間もまあ4時間ぐらい。身内入れてでしょ。うん、そう、ね。だからそれどういう風に割り振りするっちゃろうとかちょっと思いよったわけ。うん、今日も旦那が来たからあと1人ですとかになってしまうやろ。でもそういう心配をしなくてよかった。誰も来ないっちゅう。いやだって今なんかもうね、あのコロナ禍以降、うん、そうもうお見舞い行けないもんね。やっぱ気使ってねきついやろうなと思ってみんな、うんうん、そうそう、ね、それもあるけどね。そう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 、一人ちょっとでも入れるかなっていうのもね、あ、それもあるよね。あの二人一緒に入れんちゃう。うん、2人一緒に入ってもいいけど、ああそれで終わり、それで終わる、終わる、旦那来れんやんね。そしたらそう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 だいたいムーンは日産毎日。いや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 、もうムーンは1回だけ、うん、1回1回だけっていうか、なんかあの旧へ自民が来ね夕食作りましたみたいな写真ばっかり私に投稿してくれるんだけど、なんかね、あのこっちもほらあんまりあれ持ってきてこれ持ってきて言ってもねと思って、もうあのいいの私はみたいな感じ。息子も全然来るの食うの字も言わんかったし、ちょっとなんかあんまり私に興味がないのかなっていうぐらいの、なんかね、いやまあ大丈夫やろって思っとそうね。まあ大丈夫、なんかあんまり病院に行くのが嫌なのかも、なんかそういう自体が。そうね、家族がなんかよれよれしたところ見たくない。な、現実から目をそらすタイプなんで。まあね、まあでもほら、そうそう、すぐ、うん、術後すぐメールできるぐらいだから、そう多分ね、安心やねって思うんじゃない。そんな感じ、大丈夫そうやんっていう。そうそう、あの時は元気やったんじゃん。帰ってね、本当やね、くれぐれもやっぱりきつくなってくる、無理しない。そうで、そう、家ではあのお利口にしてます。今私、うん、もうね、なんだろう、そのあの旦那なんか退職した後の姿が、生活が見えたよね。あ、二人きりのね。そう、そして私だいたいお休みの日とかさ、うんうん、あの買い物に行ったりするのも好きだし、うんうんうん、元気だったら映画行ったりとかさ、うんうんうん、映画よく行ってるもん ね、うん、ね、そういうの あったやろう。でも今療養や、うん、療養でインフルエンザとかも流行ってるから、うん、あんまりうるうるしていけないよねと思って、ね、そしたら家にいるでしょ、うん、そしたら旦那もいるでしょ、うん、今日もね、朝朝食を2人で食べました、はい、8時半ぐらいに、はい、それから旦那こたつから動きませんでした、はい、で私は今日、まあ、ラジオだから後でね、あの11時頃に出かけるからって、うん、ああそうって言って8時半から11時まで、うん、こたつから動かないってどういうことみたいな。で一回ちょっと立ち上がったわけ、うん、で立ち上がったなと思ったら右の席から左の席に移っただけ。私びっくりした。どうして右の席が気に入らなかったんだろう。多分あのテレビを、うん、あ、斜めに見る感じとか、あ、ちょっと離れた席から、うん、もう真ん前の席に移動したっていうだけで、だけやったと。で私もうわー、こういう生活になるんだなと思って。だからみんな退職者とかはさ、ちょっと畑をしたりとかさするやろ、ね、なんかしてもらうんだね。なんかね、自分もそうだ し、 なんかしても相手もちょっとさ、うわー、ちょっとこりゃどういったことかと思いながら、だから自分も早く元気になりたいわけ、うん、仕事行きたいと、早く出たいのね。出た、もうちょっともうこの生活無理よと思った。見たくないよね、なんかね、
そのなんかこうだってずっと見ててこっちからこっちにしか移動してないとかいうのが分かるぐらい一緒にいるともうストレスになるね。 そしてその話がさすごい面白いわけじゃないわけ。でもその喋りたいわけ男の人ってさ、喋りたいから喋るけど別にそのなんか楽しい会話じゃないわけよ。そしてまあこういう毎日が待ってるんだと思って、ね、え自分たちは全然面白くないことをベラベラベラ喋るもんね。そうよ、うん、それはわかる。そしてなんかさ声に張りもないけどさよく聞こえんでさ、まあ、はぁみたいになるってちょっともうちょっと声張ってくれみたいなさ、なんでそんなカスカスした声で喋るとって言いながらなんかね、そういう意味ではほんとママのとこがすごいよね。いややっぱ女性の方が動くね、まあ、食事を作るのもそうだし、まあ、うん、外に 出てるそうとかお友達とじゃあランチしようかとかもあるしね、うんうん、男の人でもそういうのもないしさ、うん、でもあのママのとこはほら趣味がいっぱいあるから、趣味がね、ね、運転もすごい、うん、ほら好きだからドライブとか外に出るしさ、うんうんうん、ねえオクラちゃんからLINEが来た、オクラちゃんから来ましたよ。検査無事に終わりました、昼食もすべて完食いたしました。誰かと一緒だ。わでもなんか結構な量ない、これなんだろう、ね、これリーフシチューね、ね、量あるよね。今から寝ますって感じ。そう寝てください。もうね検査疲れよ、ね、その MRI かなんかのドッ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 ドっていう音が、そうね疲れたんでしょ、疲れたんかな。疲れるもん、みんなすごいね。私なんかぐったりなりそうな気がして、ご飯も食べんような気がしますけど。いやでもお友達も言ったなんか完食、うん、あの病院の料理もあんま美味しくないのによくそんな毎食完食できたね、うん、みたいに。ほんとほんと。そうね、ちょっと今あのビーンズバーのおばばたちは少し病気味になっておりますけれどもね、交代であれですけれどもね、うん、いやちょっとね2人とも同じ役っていうのがね、うん、ちょっと気になって、ね、なんか呪いがかかっとったかな。でそのギリギリまで本当にね、うん、もう一人の役の人も出られんのやないかっていう、ああそう呪いがかかったような感じでした ね、ちょっとお笑いにとかないと。まあセリフがほらめっちゃ少ない役だったから、うんうん、ねこれセリフが多かったら大変なことやったよね。でもあれね、あのすいません皆さん、あのお芝居の話なんですけど代役にオクラちゃんが出て、あ、ね、オクラちゃんが出るはずだったのに、うん、ママが代役で出たんですよね、うん、最終的にね、あの見た人はオクラちゃんだと思ってた。あそう真っ白だったからね。真っ白だったから。だいぶ変装してたからね。変装してて、顔がね、あんまりよく見えなかった。そう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 、目元だけしか開いてなかったから、ね、そう。マスクもして、うんうん、なんか三角筋みたいなのをして、マスクもしてたの。白い割烹着着てて、うん、白いマスクして、白いかあの三角筋って白い割烹着着て、おこらちゃんかと思ってたって、ちょっと高めの声出した。うん、そう高め。もう完全にオクラちゃんを再現してたモノマネみたいになってた。それはよくございました。パンフレットはほらもう抜けられなかったから、うんね、そのまま乗ってたんですよ、うんうんうん、オクラちゃんが。だからみんなオクラちゃん、そうよねオクラちゃん本当に、なんて 3,4 日前に分かったの。そうもう寸前でしたね、1週間過ぎてったぐらいだよ ね、うん、もう1週間ないねっていうぐらい、どうしようかどうしようかってね、うん、最後に迷ってた。でも なんとなく今元気そうな、そうそうよかったよかった、ちゃんとあのうさ神宮でお祓いしてきたから、まあからね、お祓いというかなんかちゃんとしてきたから大丈夫、はい、来年はね、はい、あのまあもう一回ぐらいあるかもしれないですけど放送ですね、あの健康に、ね、その来年のさ、はいはい、1回目って遅れちゃん間に合いそうかな。どうだろう、1回目どうでしょうね、うちょっとわかんないですけど、ね、どれぐらいの入院期間、まあ、検査次第だとは ね思いますけど、そうよければ、まあ、ちょっとずらしてもいいし ねみんなが出られる時に、うん、
クラちゃん、今日のお昼ご飯は米飯 125g ポークカレーだそうポークカレーに福神漬けツナサラダオレンジ。ちょっと毎回メニューばっかりちょっといやもう食べることぐらいしか楽しみがね。そうなんよ。でも今でも病院食も病院食っぽくない ね。この写真見てたら、うん、なんかね、おいしご飯も美味しかった。うん、なんかツヤツヤしてた。ツヤツヤ。ようございました。ようございました。はい、はい、ということで今日皆さんのあの闘病日記とあのそれで終わってしまいましたけれども、うん、やっぱ健康がね、はい、一番ですよね。本当ね。皆さんもあの年末でねいろいろ大掃除やらなんやら、無理しちゃダメです、ね。お忙しいと思いますけれども。そうそうそう、調子こいたらダメ。うんね、調子こ。調子に乗らないで、そう、年末をね、乗り切っていただければと思います、はい、ではでは来週もご来店をお待ちしております。ありがとうございました。間に合ったね車で、ね、すいません、ご挨拶